ある晴れた日、ゴッサムシティでヒーローのバットマンが宿敵悪魔と再び対峙していた。二人が激しいバトルを繰り広げている最中、突如、謎の青い光がその場を照らし出し、その場にいた全員の注目を集めた。閃光の中から現れたのは、異世界からやってきた俊足の青いハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグだった。バットマンの絶望的な状況を目の当たりにしたソニックは、悪魔をきっぱりと止め、ゴッサムを悪魔の魔の手から守るため、バットマンと手を組むことを決意した。ソニックとバットマンの合体は実に素晴らしいものだった。ソニックの超音速とダークナイトの戦術的知性を備えたニューヒーローは、ゴッサムの唯一の希望となった。バットマンの堂々たる姿に慣れ親しんだ街は、ソニックの活躍に驚き、希望に満ちた。ソニック・ザ・バット・ホッグは驚異的なスピードで悪魔に襲いかかり、あらゆる打撃をかわし、器用に反撃した。ゴッサムの市民たちは、ソニック・ザ・バット・ホッグが勇敢に悪党と戦う姿に畏敬の念を抱き、目をそらすことができなかった。この新たな脅威に驚いた悪魔は、ソニック・ザ・バット・ホッグを破壊しようと、最後の必死の試みで闇のパワーを解き放った。しかし、この止められないハイブリッドは諦めず、勇敢に戦い、悪魔を打ち負かすために自分の能力を総動員した。最終的にソニック・ザ・バット・ホッグは悪魔を倒し、ゴッサムを悪魔の魔の手から救った。このソニックとバットマンの素晴らしい融合の勇気と技に感謝した市民は勝利を祝い、ソニックを自分たちの街を守る信頼できる新しい味方として認めた。その瞬間から、ソニック・ザ・バット・ホッグはバットマンの度重なる味方となり、共にゴッサムを最も恐ろしい悪党たちから守るようになった。この奇妙な融合は、スピードと勇敢さが組み合わされば、どんな悪の力もヒーローの正義と勇気に勝つことはできないということを、街のみんなに証明した。